お疲れ様です。ウッドモラファームの木村 P です。やりました。ついにですよ。よいしょー、重い。こちら、プレイステーション5。これディスク版ですね。こちら、なんと、やっと手に入りました。うわー、超嬉しい。いやーねー、このね、プレステ5。いやー、昨年末からね、もうね、何回、ね、抽選予約したことか。あのね、数えてみたらね、今日でね、32回目の、抽選で、当たりました。で、当たった場所はね、ワンダーグーです。はい。あの、ワンダーグーね、信じててよかった。うん。いや、これまでね、ビッグ、ヨドバシ、ヤマダ、野島、ゲオ、もうほんとね、手当たり次第ね、申し込んできましたけどね、全然当たらないんですよ。で、最後ね、今月のね、入荷分ということでね、ワンダーグーでね、抽選予約したら、購入券が当たって、今日回収してきたわけですよ。ね、いやー、私のね、PS5、争奪戦も、今日で、ついに終止符が打たれたということです。本当に疲れた。いやね、まだまだね、争奪戦にね、臨んでいる方、たくさんいらっしゃると思いますけど、皆さんね、最後まで諦めないでください。必ず買える時が来ます。ね、はい。とりあえず今日はね、開封してね、いきたいと思います。はい。はい、それではね、プレステ5を開けていきたいと思うんですけどもね。いや、とにかく箱がでかいんですよね。はい、そしてすごい重いという感じなんで、購入した際ね、持って帰るときにちょっと気をつけてくださいね、皆さん、重いんで。はい。ではね、最初は、これは、これは付属品かな？あ、付属品ですね。はい。まあ、コード類とか、コントローラーでしょうか。あ、これコントローラーですね。はい。じゃあ、早速、よいしょと。おー、すげー。なんか、未来感半端ねえな。はい。あ、下にはね、今まで通りイヤホンジャックがついてるので、ヘッドセットつけられますね。はい。こんな感じで。はい。で、触った感じなんですけど、まあ、若干のね、重さはあるんですけど、バランスというか、持ち方がすごくいいので、はい。全然重さは感じないです。すごくいいな。うん。さあ、それからですね、はい。これが、あ、コントローラーをつなぐケーブルですね。タイプ C ですね。はい。そして、これは、まあ、マニュアル、説明書類ですね。はい。2冊入ってます。それから、これが電源コードですね。はい。それと、はい。あ、あとは、なんだこれ。あ、そう。今回はね、そうだそうだ。スタンドが、もう最初からついてるんですよね。今までプレステ2とか3はスタンド別売りだったんですけどね。これはもう専用のスタンドがついてます。これありがたいですね。こんだけでかいものなんでね。スタンドがないと絶対立たないんで。ありがたいです。はい。それではですね、最後は、ちょっとさっき見えましたけど、はい。これはね、HDMI ケーブルということで。なんかね、プレステ4についてるやつとは違うっぽいんですよね。なんか、すごいスピードが出せる HDMI っていう感じですか。よくわかんないですけど。はい。違うらしいです。はい。さあ、次が、あとはですね、本体ですね。よっと、重っ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、出てきた。よいしょ。うわー、重い。重いよ、これ。よいしょと。いやー、重っ。重いけど、ね、なんかすげえ未来が詰まってる気がします。はい、それではいきますよ。オープンとでしょーっと。やっとこれですよ、皆さん。これがプレス5。ねえ。いやいやいや。ほんとね、待ってたよ、君。ほんとにね。うん。僕はね、で、今回ディスク版ですから、ディスクで、ね、ここに入れることもできますよ。はい。いやー、すげえな、重さが。うん。なんかパソコンのデスクトップね、のパソコンみたいですね。すげえ重い。いやいやいや、すごい。これ片手で持つのは危険だね。危ない。落としたらマジやばいんで。いやー、すごいねで、すごい、やっぱり、こう、洗練されたボディって感じですよね。はい。はい、というわけでね、プレステ5セッティングが完了しましたけども、いやー、でかいっすねー。はい。相当でかいっす。隣に置いてあるね、
スイッチ、それからね、プレステ2なんかと比べてもだいぶでかいですね。はい。でですね、今回、こちらですね、外付けのね、ハードディスクなんですけども、プレステ4の今まで使っていたアプリケーションというかゲームのデータですね、インストールしたデータとか、全部ね、ここに移し替えてあります。はい。で、これをつないで、そのまま、プレステ4ソフトもいろいろとね、遊ぶこともできます。はい。はい。というわけでですね、なんとか、電源も入れてみたらですね、問題なく、プレステ5の方を起動いたしました。はい。やっとこれで、セッティングがすべて完了したわけなんですが、実はですね、今回ね、この動画1本で収録してますけども、実は、購入してからですね、この起動に至るまで3日間かかってます。はい。っていうのはですね、今まで使っていたプレステ4ですね、このデータをすべてこのプレステ5に移行するために、外付けハードディスクが必要だったんですね。はい。まあ、SSD でもいいんですけど、僕はとりあえずハードディスクでやってるんですけどね。プレステ4は、僕はハードディスクを換装して、2 テラのものを使ってたんですね。実質、プレステ4で使っていたのが1テラバイトぐらい使ってました。で、このプレステ5に関してはですね、1テラのね、SSD が入ってるんですけども、中にね。ただ、実際に使えるのが600ギガちょいしか使えないんですよ。なので、プレステ4のデータを移行するには、確実にですね、外付けハードディスクが必要になってくると思います。はい。まあね、プレステ4のデータは別に移行しないよっていう方はもうこのままで十分だと思うんですけど、まあゲームをたくさんする人はやっぱりね、外付けハードディスク別途購入することが、必要だと思います。はい。まあ最低でもね、やはり 2TB ぐらいは買っておいた方がいいかなと思います。はい。まあハードディスクでも SSD でもこれはね、お好みでということで、まあ僕はとりあえずハードディスクでいいかなと思っています。はい。はい、それではね、やっとこれでプレステ5ができるようになりましたので、じっくりと遊んでいきたいと思います。というわけで、プレステ5なんとかゲットできました。ウッドモロファームの木村 P でした。それでは、また。